はい、今回ですけども、ついに来ました、この時が。ようやくです。まあサムネのタイトルをね、見てもらったら分かると思うんですけど、ここにポケモンカード151 12ボックスあります。僕らはね、これを集め続けて本当に半世紀ぐらいかかったんですけど、ようやく12ボックス集めることができて、ようやく1カートン開封ができるようになったと。まあこの今上がりに上がったね、ほんと1ボックス3万円ぐらいするこの151を12ボックス上げていこうかなと思います。すごいです。1ボックス1ボックス上げてると時間がとんでもないことになるんで、一旦1ボックスこの味合わせてもらって、残りはまあ僕ら恒例のレアラッシュで見ていこうかなと思います。狙うはマスターボールピカチュウのみ。まああとゲンガーとミュウツも欲しいかな。ということでやっていきましょう。来ました。長いな、長い長い。あ、うるさい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 、うるさいって思いますよ。ということでいきます。まああのね、あと一つだけ言っておくと、この1カートン手に入れたわけではなくて、ほんと1ボックス1ボックスですね。僕らがオリパで引いたりとか集めましたから、ほんとに集めたんで、その確定で1カートンに SAR が1枚入ってるとかあるじゃないですか。でも SAR ないかもしれない。そう、全然可能性あるんで、もうほんとに全バラなんで僕らが手に入れるのは。終わっとんな、まあ、そもそもだってもうこれとかシュリンクじゃないし、ビニール袋に貼り付いてるだけなんでね、正規品かどうかもわからない。もうこれだって逆に全部最終リンクの可能性すらあるもんね。まあ確かにね、現状。しかもどこで買ったか覚えてないからね。あ、シュリンクの中はビニールタイプね。ということで焼けていきますか。うわー、これが楽しみで、ずっとここ最近集めてたわけですよ僕らは。他にも面白いオリパッターに151が当たるからといって、151が当たるオリパをわざとやったり、最後の方ほぼ一部締め当てやったからね。いや本当にそうですよね。5パックずつぐらいいくかな。まあでもこれ別に初めての開封ではないんでね、出るものもこのチャンネル見てくれてる人は、まあ、知らないかあんまり。まあそう、初めての人もおるかも。まあじゃあね、このチャンネル見るの。ああ、確かに、このこれをきっかけに、こいつら151ワンカートン行くんかな。まあ確かにね、違いかと。こんなんもだって開けてるやついないですからね、 1カートンも。ウェー、来ました。では見ていきましょう。まあ1パックに確定で、まあ、あのモンスターボールミラーが入ってると。まあでも僕らが狙ってるのはモンスターボールじゃなくてマスターなんで。ということで、ね、プリンスタートでいきたいと思います。幸先。ああ不思議だね。まあ昔のポケモンなんでね、やっぱ出てくるの。目のクラゲ。うわー、ゼニガメのモンスターボール。うん、かわいい。これはかわいいです。キューコンの EX。キューコン EX ね。で、スリーパー。ガチガチバンドがここ151入ってるのね。なるほど。スリープ。進化前。ヒトデマン。ガーディ。うわー、鬼ドリルの。やってしもうたね、これは。もうここからだから、もうこの1ボックスからはもうマスターボールは出ないと。まあこうなった場合、いやでもまあこうなった場合あれしよう、エリカ狙いですから。もうまあまあ、あとはリザードンの SAR とかあるんでね。あああれね、そう、リザードンのマスターがない代わりにやっぱ SAR が151やったっけ、あの、はい、伝説のパックがあるのは。伝説パックは151では、あのアウトレアいっぱい入ってるみたいですか。ゼニガメとか揃うやつ。あ、そうですね、多分151ですよ。まあ、ワンチャンあれもあるね。そう、ワンチャンあれもあります。ワンチャンあるんでね。まあ、でピジョンのモンスターボールと。モンスター出たか。いやちょっと早すぎるって、ちょっと絶望ですねこれ。確かに SR がでもまだ来てないんでね。早すぎるよマスターボール出るの。これはもうモンスター、まあ、モンスター、もうモンスターマスター2箱聞いたことない。でもエラーボックスだもんな。うわ、まあもうこの辺はないかな。モンスターボールって値段つかないんですかね。つかないか、だってマスターがあるもん。まあ確かに、しかも1パックに1枚出ちゃうんでね、多分集めるの一瞬ですもんね。うわー、もうこれなくなっちゃった。もうブラウザバックした人多分いますよ。あ、もう出たわこいつら。まあまだ1ボックス目ですから。まあ確かにね、普通の YouTuber なら1ボックスで終わります。そうですよ、普通の YouTuber なら。でも僕らはね、上気を逸した YouTuber ですんで、本当に。ああ、ポッポこれ強いですからね、この仲間ウェブポッポ。これのマスターとか確かね高騰しましたね。うわー、人影のアトリア。これもまあこれない、今はちょっとやっぱ値段安くなってるんですけど、昔は1000円とかしてましたね。これ連続でない、はい、ないです。てかもうアトリアパック確かもうずっとアトリアなんじゃないですか、最初から。どんな感じやったっけな、あれ。まあ人影きた。でエレブゴローンモンスターで、カブトプスのレアラッター、安全ゴーグルね。なんか落ちてきたぞ。ゼニガメ、オニスズメ、不思議だね。おお、オニスズメのモンスターね。ギャラレア、ベトベトン、モルフォン、カラカラ。まあもう SR 次第かな、こうなると。あ、このゲンガーのマスターも欲しいんですよね。このゲンガーかわいいんよな。マジでゲンガーのマスターは地引きしたことないからな。ゴース、モス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 、ゲンガーのモス。
モンスター、あーミュウツー、これのマスターですよ。名人欲しい、それは欲しい、これは欲しいよ、これは狙っていきたい。サイクリングロードね、151何が出るんだ。あとリザードンの SR、 エリカの正体、まあ、高いところ言うとレピカチュウマスター。マスター基本的にもう何でもね値段上がってるんで、だってこれ SR より高いってやばくないですか。もうこの鬼ドリルのマスターが、うん、最低保証の600円買い取り、もうガン無視して2000円ぐらいですよ。ミュウの SR もあるんか。あーそうですね、ありますね。そういえばミュウ、なんでミュウのマスターボールないんやろ。だから SR があるやつはマスターがないんですよ。あ、そういうこと。だからリザードンもマスターなくて SR しかないっていう。作って欲しかったけどな。まあね、でもまあそんなことしたらもう、でももう俺買ったけどな。あったらミュウのマスターですか。うん、10万ぐらいまでやったら買ったけど。絶対嘘や、1万一番買い出さない名人か。じゃもんじゃな。出すだって名人結局鉄の貝のも買わなかったじゃないですか。おー不思議だねな、あったりや、かわいい鉄の貝な。あの昼寝してる名人みたいな顔してますねこれ、うん、褒めてますからね。鉄の貝な。でエリカ、エリカマスターも今めっちゃ高いですよね。確か1万超えてます販売。そうなの。そうなんですよ、これのマスターボールミラーが1万超えてるんでね。でもマスターボールは結構もう異常なんですよ今。爆発マスターボールしてるんで。あ、パウアウのモンスターかわいい。あ、来た、サンダー EX ボルトフロートね、稲妻連弾。これは前回の新潟の CL の時に確か優勝してた人が使ってたサンダーですね。このサンダー強いんですよ、まあ、名人に。あ、このイーブかわいい。これのマスターも高いですね。うわー出てもうたー。最悪の始まり方。大外れやんか。大外れですね。これだってもうマスターボールより安いですからね。これ600円ですこれ。ありえへんで。いやまあまあまあ。まだありますよ。2枚箱。おお、からからね。でこれ2枚箱の可能性もあるっていうのはやばくないですか。だって。まあまあ。マスターあるのにまだ2枚箱来るみたいな。あ、たまたまね。石積めて。ああ、これでアートリア終わったと。で、スターミー。エネルギーシール、カイロス。残り5パックです。もう終わるわ。もうレアらしく来てしまう。やばい、これ幸先不安です。これもう151の中で本当の外れボックスかもしれない。ピカチュウやっぱ高いなぁ。ピカチュウマジっすか？やっぱ団地っすか？うん。トップレアですか？正直。ということで、ラストパックいきます。人影スタート。ありだぞ。イーブイ。ガーディーモンスター。フリーザアイスプロット。サンドパン。毒クラゲ。いやー、2枚箱ないかなこれは。お、こらったこらった、来た、すごい運だな今の。大きな風船、ラグドリオ、タッツー。おー、サカキのカリスマのモンスター、サカちゃん。サカちゃんも SR いるんでね。そういえば今回サカ SR だとサカちゃんかあのエリちゃんのどっちかですね。うわびっくりした。このフェイントやめてほしい。え、でもこれ値段つきそうじゃないですか、ピカチュウのモンスターって。いや正直だって150分の1ですからね、これも言ったら。それで言うとじゃないですか。しかもグッズとか合わせたらもっと多いですよ、だってね。すごい話しかけと怖いや、カメラに話しかけるでしょ、 YouTuber は。怖いYouTuber ってカメラに話しかけないんですか。まあこんな感じで、あ、ベロリンがお名人みたいで、ゴローニャ EX でキングラー不思議そうで終わりだ。これで1ボックス終わりです。まあまあまあ最初にしてはね、こんなもんで。もう一発目がピカチュウ出ちゃったら本当に僕らもリアクション困っちゃうし、後半がどんどん衰退してっちゃうんで、調子良かったんじゃないですか逆に。で、どこ出して12枚狙うぞみたいなのが良かったよ。まあ確かに、なんなら最後一号一出した動画でそれ言ってたしな。ピカチュウ12枚出すぞー、うわーって言っといて結局1枚も出なかった。まあでもまだいきます。こっちにはね11ボックスあるんで、こっからじゃあレアラッシュしていこうと思います。さて、それでは皆さんが待ちに待ったレアラッシュの時間が来たので見せていきたいと思います。それではいきます。つるっぱけゼニガメからのスタートですね。ちょっとあの名人、俺こうしてるんで反射でちょっとマスター見失う可能性あるんで、マスターの時マスターって言ってください、うん、気づかなかったら。ではいきます。アートリアスタートですね。アーボック EX、 こい、モンスター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 、早いな。レア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 、いや分かる、それは分かるわ。モンスターモンスターモンスター、いや分かる分かる分かる。あ、これモンスターだったんだ。え、でもポッポのモンスターいいっすね。いや、そうなの。ドラーク、うわーカブトかー。140番か、持ってなさそうだからちょっとこっち置いとこう。めっちゃ置いといたの、ね、はい。うおっ、あ、そっか、そっか、出ないもんな。ちょっとも出んのじゃん。そうっすね、当分出ないっすねこれ多分。いやー、ロコンね。で、カメックスと。まあでも一応エリカのねあれもあるんで、その全然ありますよ可能性は。 SAR もあるって考えたら。レアモンスター、モンスターレアね。くそ、
わあカメールのアトリエ、あゼニガメカメール来た、これ1ボックスに2枚こう入ってたって考えたらすごいな、結構いい運してるか。ルージュラ、あスナッチアームのモンスター、こっち系はほんまにいや、そうっすね、じゃトレーナーズ系はね、あモンジャラのアトリエめっちゃ可愛い、こんななんだ一期一会モンジャラ初めて見たかも、めちゃくちゃいいデザインで、キングラモンスター、わあ一番最悪や、もうアーボクぐらい結構萎えるやつですね、なんかその背景はすごい可愛いけど、プクリンはね SR のチャッチさやばいんだ、まあちょっと棒立ちですからね、もう完全にキャラがキャラの棒立ちだからな、うわーミュウツーのレアね、これのモンスターマスターが欲しい、カブトプスキャット、うわー出るの早いなこれは SR ってことは2枚箱じゃないか、すごい棒立ちしてるよカメックス、どんな気持ちでこれ立ってるんだろう本当に、ハイドルポンプしようかなどうしようかな、いやもうだったらしてくれ、してるとこ取ってくれよ、もう水鉄砲にしようかな、いやもうカメックスだったら忘れてくれ水鉄砲さすがにもうそこまで進化してたら、この辺からマスター来るんじゃないですか、じゃあ可能性ありますね、ヒドキングレア、おわかわいいやど、リザード EX ダブルレアと、うわかわいいキャタピーね、来るんじゃ、はい、あーおモンジャラいいっすよ、来るんじゃ次、はい、んどうどうのモンスターサンダイ X、 おーカメール、あ、うん、結構出るなカメール、多いっすね、うわー、出たんかニョロボン、まあ、でも持ってはなさそう、すごいこいつなんか空中浮ゲッポしてるみたいになってんな、空中浮遊してますよこいつ完全に、これ宙浮いてるわ、ショックカブトプスレアコイル、おーミュウツーのアトリア、おおこれは確かにねちょっと値段しましたね、今はどうなってるか分かんないけど、まあでもまだちょっとアトリアの中で高そう、デザインいいしな、めちゃくちゃ、うわーリザードか、リザードかド、ドです、リザードのマスター、うわ人影の方がもちろん値段は高かったですけど、まあリザードもリザードでね人気なんで、ドかギリ当たりみたいな感じですね、普通のマスターよりは気持ち的にはって感じです、どうどう、ルージュラ EX 安全ゴーグル、うわー安いだろうけど可愛いから OK、 これは可愛いな、だミュウはちょっと棒立ちでも許せますね、うん、この横目で見てる感じ結構そっとるな、やっぱ首美人だな、ミュウはなんかね俺今回のね一期一会出る SAR あんまデザイン個人的にはあんま好きじゃなくて、こっちのやっぱデザインの方が好きなんですよね、嘘、うん、まあ、あとウルトラレアのミュウとか、あこの黄金バージョンの ありますよね、あいつ違う、もうゴミとかしてるエネルギーシールガラガラパラセクトで終わりと、まあ、これでようやく大体3分の1ぐらいが終わりました、出だしは正直きしょい、そうっすね、だいぶまあだから SR の方もね結構ね渋いよな、渋いっすね、ということで、いきますか、残り半分ぐらい、151やっぱあれですね、初期傷みたいなのがうかついよな、ちょっとなんかやっぱね、俺が悪いんかなと思って最初あ、メジン開けてたから、うん、まあ、それは結構ありそうですね、メジン結構怪力タイプなんで、カードたまに破いたりするから、いやもうそれ一番やばいやつということで、プクリンスタートでいきます、オムナイト、初めてオムナイト、オムナイトです、オムナイト、いやオムナイトです、オムナイトで怪竜と、これ自爆起こした時に分からなくなるんで、どの道その発音はオム、いやその矢印やってくれるかも、オムナイトですから、オムナイト字幕つけてる人もうマジめんどくせえと思ってますよ本当に、編集者の人、ゴーリキメタモン、うわうわモンスターね、まあでもちょっと値段つきそうかなっていう淡い期待、まあついたら嬉しいけどな、それだけでも、おおミュウツー、これは当たり嬉しい、リザードン EX、 あーこっちのミュウツーね、えあ本当だモンスターだったんだ、普通のレアかと思った、びっくりした、お可愛いカビゴン、カビゴンも当たりや、もうマスターやったら、うおゴーストのマスター、ゴーストね、え、でも当たりじゃないですかこれも、値段つくんじゃないですか、ゲンガーは値段つくってことはゴーストもまあ多少は、ゴーストあでもどうなんだろう、ライチュウのマスターとか、スターボールミラー買い取り、買い取り、はい、7000円、高っ、めちゃくちゃ当たりじゃないですか、7000円だってもう鉄の回なの SAR より高いですよ、こいつ、え、初動買い取り300円やった。え、これ、発売日これが買取300円、これよもう2000枚ぐらい集めたらとんでもない石油王ぐらいになってますよ名人、これ7000円するのやば、
上がりすぎだろ値段。カードラッシュ。やっぱゴーストも人気なんだな、原画が人気だと。すげえ。なんとか。そうですね。ギリタイですねこれは。ケンタロスマスターモンスターガルル EX の SR です。あ、まあまあまあ可愛いけど、まあ、ギリ SR 今のところでも被ってないですね、気持ちよく。おわニョローゾ可愛い。このアトレア、やっぱアトレアデザインいいな。サイドフリーザーヒトデマン、え、うわー、あ、 SR か、びっくりした。 SR かと思った。 SR のエリカが来たと。まあ SR はまあまあ、これって今いくらぐらいなんですか SR エリカは。一緒ぐらいらしいで。600円ですか。違うって。え、7000円。うん、え、そんなするんですか。買い取り一応そうなっとる。あ、結構じゃあ当たりなんですね。え、めちゃくちゃ当たりボックスじゃないですか。じゃあこれ、あ、でもそっか、ガルーラ出たか。いろいろまあ、はい、お店によって違うやろうけど、うん、俺が見とるところでは7000円。あ、じゃあ普通に当たりですね。これは嬉しいわ。うわ、ゴーリキー、うわ、うまい、うわ、すごいな、ゴーリキーのこのアートリア。ゴーリキー一番強い。4体いますよ。あ、5体いるわ、ゴーリキー一番強いポケモンですよ。カイリキーよりは弱いんじゃないですか、ゴーリキー。カイリキーよりも強いですか、ゴーリキーが。だって、5体おるやろ。まあ、5体いや10本やん。まあ、カードには5体いますよ。でも、ゴーリキーで見たら1体ですからね。わー、モンジャラ、モンジャラめっちゃ来るな。バリア、え、モンスター、びっくりした、やめてください。なんでなほんとに、うわー、来るんかい。キングラーのマスターボール、まあ、ハサミギルチンクソ強いですけどね。倒したのかな。あの、これ一撃必殺220点なんだな。ギラティナ V なら倒せるな、ギリギリ4エネで。まあこれも安そうですね。マスターボールの最低保証な感じがする。カイリキ行きました。打つと、ライチュウ、出た。え、え、マスターですよねこれ。え、マスターだ。え、ミュウツーマスター来た、やば。え、このミュウツーは、え、ミュウツーいくらですか今。え、これめちゃくちゃ当たりなんじゃない。あ、そんな感じなんや。でもえ、この151の中で言うと、はい、8番目。え、めっちゃ低くないですか。なんか俺もっと上のイメージあったんやけど。え、俺も3番目か4番目ぐらいかと思ったんですけど。いくらなんですか。買い取りで言うと、はい、9000円。え、ゴーストそんな変わんないんですからしい。え、ミュウツーが。で、逆にこいつの1個上って何なんですか、その7位は。イーブイマスター。あ、イーブイに負けるんだ。え、カイルに負けるん。え、ミュウツー。イーブイは分かるわ、なんか、まあ、イーブイは確か。 え、マジっすか。え、カイルに負けるんこれ。え、カイル何番目なんですかちなみに。6番目。カイリュウでしかもイーブイより上なんだ。まあでも確かにカイリュウも可愛いっすよね、あのつぶらな瞳で。そうか。マジか。結構これはダメージでかいな。しんどいな、まあ、出たは出たけどっていうレベル。もっと上かと思った正直。間違いないです本当に。全然上来ると思った。あ、だね。うわー、アボックね、 SR と。うわー、マジか。お、ミュウツー来た、レア。ファイヤーミュウアーボのモンスター、ラッキーエレブモンスターで終わりと。じゃあラストこのね軽い束いきます。うわー、なんかもうミュウツーがそんな低いと思ってなかったな正直。ちょっとショックやな。ショックですね。お、たまたまかわいい。いやー、ショックすぎるな。でも逆にこうなるとカイリュウとかも引きたいな。でもカイリュウのてかアートレ、あのデザインどんな感じだったっけ。さっきから引いてたけどあんま覚えてないな。おー、来た、ゼニガメさん。おー、2枚目7000円だ。しかもいいこともう7000円のイメージしかないですよ。もう7000円だもん。え、ピクシーマスターすごいっすね、このポーズ見てください。ほら、足こんなに閉じて手広げてダイブしてますよ完全に。これおいおい、うわー、マジかー。相手のベンチポケモン1匹選びバトルポケモンと入れ替えるって、これ強いな。しかもこの指止まり、ボスの指令みたいな効果持ってる。まあでもキャラ的には当てるの初めてじゃないですか多分。まあ、そう考えたらちょっと嬉しさはある。やっぱ被らないのが一番嬉しいんだよね、うん、マスター出ても。わー、ゴーリキー、5体ゴーリキーね。で、プクリンダブルレア、かわいい。このコダック、コダックもなんか人気ありそう。めっちゃコダック高いはずだ。え、ですよね、これ絶対いいもんデザイン。ほらめちゃくちゃ超かわいい、この頭抱えてるの。ウキモさんみたい。いや、何言ってるんですか、俺頭抱えたことないですよ。どうしようなってないですよそんなえ、コダックちゃんいくらなんですか。7000。え、高っ、マジか。え、でゴルダックいくらなんですか。
ゴルダックは安いんちゃうか。やっぱゴルダックは安いんだ。これなんか、あー、カイリュウこれだ。あ、それそれ。あー、でも確かにな、このデザインいいっすね。なんか確かにミュウツーと比べるとこっちはいいかも。そう、なんかポケモンとしてはミュウツーの方がいいんですけど、そのデザインを込みで考えると良くないですか、この大空の上にヤッホーみたいな。ヤッホー、良くないですか、このヤッホーみたいな。カイリュウの左手上げて、まあね、確かに。まああとやっぱでもカイリュウってね、ミュウツーはちょっと敷居が高いじゃないですか、ポケモンとして。やっぱ伝説だし、うん、でもカイリュウはやっぱ愛情を込めて育てて、まあ、あれ、えてかリザードってそのあたりじゃないの。え、リザードいくらでしょ。2000円買い取る。え、多分これ最低保証じゃない2000円って。そうですね。え、そうなんだ。リザード全然値段つくと思ってたけど。ちなみにピクシー2500円。え、なんでピクシー高いの。マジか。やっぱ可愛いからちゃう。可愛さ補正あるんだ。ピンクって高くなりがちよな、やっぱ。あの超タイプですか。うん、そんなのあるんだ。うん、でちなみに今んとこ結構そう考えて引きだいぶ弱いですね。そうなんです、結構実は。やっぱワンカードでバラで集めるもんじゃないかもしれないですね、これ。マジでワンカード買った方がいい説は出てきた。まあ確かに買えないんですよね、一期一会。まあそのお金出してほんまに欲しかったら。ああ、もうね、そのもうガチ裏ルートとか。そう、集めるんじゃなくて、まあ、あとメルカリとかで出品してる人のもうほんとプレーネ50万ぐらいの買うとかってことですね。そうそうそう、ほんまに欲しかったら。まあもうおすすめせんかも。まあ確かに。あとオリパ引いてればいいかもしれないですね、もうマスターボール確定の。だからピカチュウ大体当たり1位がピカチュウですから乗ってるわけじゃないですか。確かに。はい、でこれ24万ぐらいかかってるわけじゃないですか。まあ30万ぐらいか、大体3万しないぐらいだから。でそう考えると、まあその買って集めるって考えると30万だから、だからオリパ30万引いた方がピカチュウ当たりやすいわけですもんね、うん、てかだったらもうシングルで買えようって話なんですけど、ね、その30万あったら、それはそう、ワンちゃん全部買えるんじゃ、うん、ピカチュウマスター10枚ぐらい買えますからね。ということでピカチュウモンスターからスタートです、いきます。ニドリーナファイヤー。何これ、秘密の琥珀モンスターボール来ました。これプテラの進化前ですね、多分。これちなみにいくらですか、秘密の琥珀。これは最低ちゃうかな、多分。いや、ワンチャン値段つくんですよ、5000円ぐらい。トランス、リザードね、ニドキング、コクーン。わー、マジでブイーズのマスター欲しいな。おれおれ、え、高い。違う違う違う。ええ、俺さっきミュウツー何本って言ったっけ。7000円。1000の、はい、値段変わっとるんやけど、俺。あ、場所、別の場所ですか。違う、同じサイトで。え、どういうことですか。上がってる。9000円。ああ、9000円だった。じゃあ海流はもっと上がってるってことですか。9500円。ああ、でもまあ、じゃあ今更新されたんかな。え、カードラッシュはどうなんですか。カードラッシュの販売とか、そのカードラッシュの参考にしとるサイト。ああ、なるほど。まあ、ちょっと上がったんじゃないですか、じゃあ。今上がったんかな、これ。今。いや、さっき俺7000円って言ったよな。言ってましたよ。そうやな。で、更新したら9000円になってたんですか。うん。今上がったんだ、じゃあ。そんなことある。で、この今更新したんかもしれない、このサイトの人が。見られてる、もしかしてこの動画。ワンチャンあるぞ、これ。そんなことあるやん。ガラガラ、フリーザ。うわ、フリーザのマスターも欲しい。オムナイト。おー、リザードン EX の SR かっこいい。ナイス。リザードンだけ棒立ちしてないもん、口開けてうわーってなってる。これいいっすね、デザイン。まあ、ただ SAR を見すぎてるせいか、やっぱ SAR の方がいいな、リザードンは。秘密の琥珀、古びた秘密の琥珀。600円。ええ、マスターボールですよ、これ。やっぱポケモンじゃないとダメなんだ。じゃないとあかんのかもしれない。あ、じゃあスナッチアームとかのマスター来てもダメなんすね、多分。まあでもそれはそうか、ポケモンじゃないのになんでマスターボールミラーなんだって話ですもんね。それを言うと、おお、シギソウのアトリア可愛い。まあ確かにな、トレーナーズまでだってね、マスターボールついてたら意味わからないですもんね、あんまり、うん、意味ないですもんね、グッズにマスターボール使うトレーナーとかいないし。えっ、あ、うわ、ダグドリオのマスターボールです。見えんかった。反射がすごいですね、これ。安いやろね、ダグドリオ。まあこれも最低保証じゃないですかね。でもまあギリ可愛いですけどね、ダグドリオファンはいるかもしれないですよ、ポケモンの。いやー、結構渋いで。でも可愛いですよ、めっちゃ。田んぼ荒らしやもんだって。これ田んぼなんだ。田舎もん荒らしはこんな天敵やで。まあ確かに、そう、犬植えとったのにこんな荒らされてもんのか。確かにそうですね。まあでもこいつは悪気なさそうな顔してますね。ほら、まあ、ダグドリオ。ピカチュウも、まあ確かに、もうピカチュウ狙いなんでね、僕らは。アーボックっていうか、はい、 SAR 来てないか。 SAR そうっすね、一番来てないんですよ、やっぱり。そうか、ギリギリ。オニスズメモンスターワンリキてか、マジでこの、おっ、ああ、びっくりした。ピカチュウモンスター、ピカチュウのモンスターボールってどうなんですか。ピカチュウの、ピカチュウのモンスターボールはどうなんですか。多分今安いはず。
あやっぱ安いんですね。雷中モンスター来ました。これモンスターボール集めるってなったら多分一瞬で集まりますね。在庫あり500円、販売、あでも500円なの、あ販売500円か、うん、ってことはまあ200円とかかな。モンスターボールミラー集めようかな。まあ一瞬で集まりますよ。びっくりした、不思議花の EX の SR 来た。 SR わー来たけど不思議花か。リザードンが良かったな。でピジョン、おえエリカモンスター来ました。初めてエリカモンスター、モンスターか。まあでもうわーなるほどね。まあでも SR の中の3体だったら一番安そうですね、不思議花は。でも5000円ぐらいするんじゃないですか確か。リザードンは高いということで、ラスト一束ですね。これ雷中スタートから我ら狙うのはピカチュウマスターのみと。これだ全部モンスターボールですよ、この束この量やばくないですかこれ。すげえなということでラストいきます。ラストランビリリダム、おアズマオのモンスター、ナフレシア、あニョロゾー来た、かわいい。メタンひとかげガラガラ、わーヤドランかわいいですね、めっちゃヤドランモンスター。うわーナナミか、そっちじゃないな。そうっすね、エリカが良かった、せめてエリカが良かったですね。おカメール、カメールかわいい。モンスターボール、またドガス、安全ゴーグル、ヨキン、あったわー、カイリュめっちゃクールになったな。ニドランメス、プテラ、ギャラ、アルーラ、沢村マジか。タームラントルネードキックマスターボールです。これもまあ値段つかなそうだな、最低保証な感じがする。で石粒ってのがちょっと高そうだもん、沢村とかより。石粒って結構人気じゃないですか絶対。そっか、石粒ってのが可愛いですもんね、やっぱ昔からいるし。おお榊モンスター、リザードンダブル、おガチガチバンド。でも本当にこういうののマスター来ちゃったらもう本当外れですよね。終わりですよね。もうポケモンより値段がつかないんでね。あこれエネルギーシールとかね、まあまあモンスターボールなんでまだセーフですけど。プックリン、サカキ、いやマジブイズ、ああ来たと思ったらモンスターか。ブイズのマスターとかもう全然出ないな、こう見ると。てかやっぱマスターボールをピカチュウとか引くのって結構えぐい確率ですよね、これ考えたら。えぐいで、これよくピカチュウとか引いてる人いるなって思いますわ。これだってトータル160ぐらいあるんかな。まあ多分、えあ、びっくりした。グッズも合わせたら多分そんぐらいしますよね。うん、モンスターだよね。ダブル全然すると思うんで、だからもう結構160分の1ぐらいの確率じゃなさそうな気がする。もうまあ平等には入ってないよな、まあ、そうなんですよ。だからもう、うわ、あやっぱ見えてます、なんかもうプクリンが見えてます。プクリンで始まったよな、プクリンで始まりプクリンで終わるかもしれないです。もうお願いします頼むぞピカチュウ。俺はでもピカチュウが来る匂いが、お白龍かわいい、このアトリはめちゃくちゃいいな。白龍がもうかわいいモンスター、もう終わります。やめて、あと1枚ぐらい。ゴリザル、ケンガ、はい、あラスト2枚ぐらい、はい。おい、僕らの2023年、まあ、この動画がいつ上がってるか分からないですけど2024年かもしれないし、まあ、とりあえずね僕らの集大成となったこの一期一番カートンは謎の草マスターボールにて終了を解けました。もうない？サンダー EX です、終わりました。まあ一旦出たマスターボールどんなもんか見ますか軽く。で2枚箱も1回もなかった気がするな。12ですね。嘘やろ、はい、2枚はこれゼロです。恐ろしい。ただアートレアパックみたいなのあるじゃないですか、リザードンとか、あるな、ゼニガメとかの、はい、あれもなかったんで多分これ相当引き悪かったかもしれないですね今回。まあ、エリカが2枚出たのはまあギリ、まあまあ、嬉しいとか、そうですね、救い。まああと SR が1枚出たか、不思議花、それ以外は正直ちょっとこれひどいな、ちょっときついという感じで。まあラストマスターボールはでももうミュウツーぐらいか出たのが、まああとはゴースト、ああそうですね、ゴースト7000円なんで、まあ、ゴーストが当たりだったかなと。ないだけか。まあでもね、しんぶんこれ皆さん、僕らはねこんなもんじゃ終わらないですと。終わらんの、まだあるじゃないですか、名人。これ何が、僕らが裏で密かに集めていたこれが最近やけどね見てくださいこれ、言ってしまうと最近やけど、ほらしかももう集めてるんですよ。結構抜け取るから、あの一番先頭がキャタピーみたいになってる。違う、これあの不思議種が来る予定なんですけど持ってないんですよ。集め出したのが本当最近なんで、当てたカードとかも、まあ、入ってないっちゃ入ってないんですけど、でもリザードとか出たんで、ほらここ入りますよ。だってリザードの SR が欲しかった、ここに。
でカメックスは持ってるんです。あでもシギバナ埋まった。バナあるやん。バナ来た。えゼニガメは来てないか。まあこんな感じでね集めてまして、まあ本当穴だらけなんですけど、一応まあピカチュウ何回か当ててるんで動画では入ってますピカチュウマスターで、今回ね抜けてた部分をここにちょっとずつ追加してって、まあいずれこの151匹集めてヒカルさんに献上しようかなっていう。ヒカルさんです俺がこの中でヒカルちゃんってやばくないですか。言ってないですよ。ヒカルさんです。でこれなんかね151専用のやつじゃなくて、これ151専用のやつ買ったんで、これ届くまでは一旦これで。めっちゃ可愛いやつ買った。そう買いましたちゃんと。で足りない部分も一応こっち側にね順番まとめて並べてるんですよ。こうほらちゃんとこうやってね、入らない分は後ろの番号、まだ今回も結構被ってるのなんだかんだあるんでね。でまあまあ何枚かは、イエーイ、ほらシャワーズ、サンダース、ブースター出なかったんやな今回。プテラもいるし、あ見てください、エネルギーシールド、大きな風船のマスターボールもあります。一応ね。でまあこれはもうファイリングしませんから。いやしましょうよ、だって151枚しか入らないもん。あそっか、確かにね、それで言ったらそうだ。そうでミュウツーマスター出たんで今回。あまあでかいそれは正直。はい、でね、まあ僕らの来年の目標はこのマスターボールミラーを全部埋めてヒカルさんに渡します。ほど遠いけどね。まだまだっすね。だってもうゲンガーもいないし、ブイズも、あでもブイズはほぼ揃ってるんか、前当ててるからオリパとかで。当たり枠は当てやすいやん、はい、正直。まあそうっすね、当たりあるから。はい、でその末端の雑魚ポケモンとかがちょっとしんどくなってくるな。まあそうっすね、残り1匹とか、外れ枠の。そうそう、わかる。これラスト1匹とかになったらもうメルカリで買っちゃいそうだもんな、さすがに。だから2000円くらいで買えるわけですよ。それのために151買って開けるのってもう、まあ、バカじゃないですか。だってもう完成そこまでさせたらもうさすがにもうそれはね渡していきましょう。でもその時にはマスターボール爆上がりしてるかもしれないですよ。まあ確かに、まあ、正直今回開けてみて本当にピカチュウのマスターボールとかもっと値段上がってもおかしくないぐらいですよね。だってマスターボール1ボックス1枚しか出ないのに、そこから150分の1の確率で出るってなったらもう多分相当いい確率なんで。いかつい。はい、ということでね、まあ皆さんもねこんなねこの自作ワンカートンとかせずに、もしワンカートンダンボールで買えたらちゃんとダンボールで買いましょう。個人的には本当ダンボールで買った時の当たり出ます。 SA とかあるもんな。はい、 SA はね全然あるんで。で2枚箱もね出なさすぎて、今回ゼロやもんな、初めてじゃない。まあでもバラで買うとこうなるってことですよね結局は。まあ、上振れも下振れもあると。そういうことです。まあでもついに夢は叶ったんで、そしてはい、これはね良かったかなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。